裾野のビーフジャズスクールのスタジオからお送りするビバップドラミングよこんにちは第2回、えー、ですけども、えー、今回はですね、えー、マックスローチ、えー、マックスローチの、えー、フレージングを、えー、紹介したいと思いますこのマックスローチというドラマーはですね、えー、古くはまあ一番最初の頃はまあ、チャーリーパーカーとか。 の演奏えー、バド・パーウエルとの演奏でも非常に有名ですけれども、えー、50年代入りましてですねハードバップの時代になるとクリフォード・ブラウンとマックス・ローチク・クインテッド、えー、ブラウン・ローチク・クインテッドっていうのを、えー、結成しましてですねまあいわゆるハードバップの、えー、最も初期の、えー、を盛り上げた人の一、えー、人です。 60年代に入ってからさまざまなフリー系の音楽も含めてかなり長生きした方でいろんな演奏が残っております今回はそのマックス・ローチの最も初期の話フレージングの話をしたいと思います前回やったケニー・クラーク ケニー・ーークククラとマックス・ローチはは年齢差は 10, です、ね、10違うんですけどもマックス・ローチの方が10若いんですね。でケニー・クラークが推し,推し進めたビブアップのスタイルのドラミング、えー、シンバル・レガートで四分音符を刻んで、えー、スイングするという形を、えー、マックス・ローチはさらにドラムセットを、えー、タムタムバスドラいろんな、えー、楽器をフルに使うことによってカラフルな色合いにした。 ととといいうことに尽きる思いますね、えー、それではマックス・ローチのフレージングをちょっと研究してみたいと思います。